there's, you know, whole places where you can go and just completely eat alone. Like you go to a ramen spot and you sit there and you order in front of you, and it's about eating alone and being alone. And I think being comfortable with being alone. I think one thing about Western culture, which doesn't really talk about it very often, is the fact that, you know, oh, we always have to be together. We always have to eat, you know, with a partner or something like that. But it's super important to be able to cherish something on your own. Can I have the day with you? Nothing more that I would choose. Nothing more that I could use than a little afternoon sitting with you. Can I see the moon with you? Nothing more that I wouldn't choose. Nothing more that I could use than a twilight and a twinkle of you. ビトゲンシュタインという哲学者、フランスの哲学者が書いた論理哲学の子という本があるんですけど、語り得ぬものについては沈黙しなくてはならないという言葉を残していて、まあ、それが意味することが何なのかってことをこういろいろ思考していた中で生まれた、まあ、詩とお料理なんですけども、はい、
さ、うん、あのルール持ってる人ってやっぱ面白いと思う、旅で。ベーコンと卵の上からかけて、プルプルスープかけて、ごちそうさまでした。今から液体料理食べに行きます。お昼食べてなくて2時半から開始で、どうなんだろう、お腹は満たされるのだろうか。じゃあ中国茶か台湾茶ご用意させてもらってます。今日は中国の、岩のお茶と書いて岩茶っていう種類のウーロン茶ですね。ガチャの中でも石乳石の父って石乳。I dream of better world. I dream of getting caught up in the silence. It seems to be getting worse. But I dream of a way to keep it quiet. Holding your hand in strawberry fieldsAlways a dream, it's never real. Time to move on, but where should I go? Cause if I'm going backwards, I'm not going alone. Time always moves faster when you want it to slow. I want you to be here, I don't want you to go. But I dream.I don't see a way out. Walls are caving in. I've been trying hard to push against them. Under all the self-doubt, the fire's burning.I keep saying I wanna change, but the game just doesn't let me. Turn it off, it's getting me close. Don't wanna slip away, though it would be so easy. This is for the tired people. This is for the tired.Try to catch the light inside the tide.
しなくてはならないっていう言葉を残していて、ものすごく噛み砕いて言うと、こう分かんないことについて下り側をするのはやめようぜみたいなことだなんですけど、うん、僕は哲学によって大事なことだと思っていて、例えば猫って後悔しないらしいんですよ。へえ、ね、いいなあーしまった、もう1秒早くジャンプしとけばよかった、ここに隠れてここからジャンプすればよかったってことは思わないんですよ。猫確かにキョトンとしてるかもしれないでもそれは同時に、うん、まあ、実現化しなかった世界っていうものが、うん、この世の中の裏側にもし仮にあったとすれば、うん、きっと猫はチェッとするし世の中って実は存在が証明できないものに溢れているなと思う。例えば身近なもので言うと神様みたいなもの、うん、証明できないけど昔から存在していて、うん、その存在を無視できないっていう、その無視できないことに対して必要以上に語るっていうのは何か哲学的に違うんじゃないかっていう、なんか僕の思いがあって、無視できないものを存在として認めながらもう必要以上に語ろうとしないってことが実は大事なんじゃないかなと思って、日本にも一般的な数学者とは違う思考で物事を捉えている数学者がいらっしゃって、岡清さんっていう数学者の方がいて、はい、著書の中で数学には情緒があるっておっしゃってるんですよ、はい、物には3つの見方があるっていうことを本の中で書いていて、道端に咲いているこう花を見て、はい、まあ、例えばそれが紫色の花だったとしたら、うん、紫色の花が咲いているっていうふうに見て思う、それはこう感性の見方 で例えばその花がスミレの花だったとしたら、あ、スミレの花が咲いているって思うのが知性の見方で、もう一つ情緒の見方っていう見方があって、それは花を見て綺麗だなって思うことを情緒的な見方って書いてるんですよ。歴史を振り返ってもありとあらゆる人が花を見て美しいとか綺麗って言葉を残してきているけれども、花がどうして綺麗かは証明できないんですよ、説明もできない確かにそれが情緒で、なんか そういうものが数学には潜んでいるし、そこをその情緒っていうものをなんか感じ取れないと、こう難しい、ね、難題とされるような数学って解けないんじゃないかって思って、ビトゲンシュタイン その論理哲学論考もそうだにもすごく通ずるものがあるなと思っていて、語り得るものについては沈黙するしかないっていうのは、その存在を無視できていない証拠なんですよ。それっていうのは分かんないことは何も言うなよって言ってることではなくて、分からないけど存在しているものが世の中にはある、言語化できないけど無視できないものがあるから、僕らはそのことについては沈黙するしかないって言ってるだけで、それが何かっていう証明なんてしようがないってことじゃないですか。僕はなんかすごくその物事の捉え方っていうのをなんか大事にしていて、今までは物質、物とか労働に対しての対価としてこう、ね、賃金が支払われるっていう、そういう貨幣にこう重点を置いた経済のあり方から、こうだんだん世の中、ね、の見方が変わってきたっていうお話もさっきしたと思うんですけど、はい、なんかこう物質だけで世の中って見ていくと実はものすごく退屈で、なんかこう感情もそうですけど、怒りの感情って何とか喜びの感情って何って言われると説明できないんですよね。当たり前に存在しているし当たり前に知っているけど、うん、それが何なのかっていうのは証明できなくて、うん、なんかそれってやっぱり性質じゃないですか。性質を捉えるって多分そういうことで、なんかそういうものが存在しているってことをこう認知した上で
じゃあそれらをこうどうコントロールしていくかとか、うん、こうどう表現していくかってことをになんか僕はすごい興味があるので、まあ、もしとかたらればって言うんじゃないって昔からよく言われますけどでももしこの世界の裏側にっていうことを考える、うん、なんかそういう時間とかそういうなんか思考を巡らせることって実は重要なんじゃないかな。たらればで終わらせるのではなくて、うん、いやでももしかしたら猫も後悔してるかもしれないってことを想像するっていうのは難解な数学の問題を解くようにこう世の中がこう変どういうふうに変化していくかとかこうそういうものを捉えるときに実は重要な考察の一つになるんじゃないかなって僕は思って、面白い話聞いてて高校の時に物理を受講してたんですけど、はい、学校でその先生が、はい、そう物理は数学で数学は哲学だって言ってたのむっちゃ思い出しました。あ変な先生だったんですよね。どういう理由でその人がいなくなったかわからないんですけどでもなんかそういう記憶に残ってるってことは、うん、当時の生徒の心に何かを残していた可能性はあるし、うん、ちょっとこう人生交差したみたいな人が、うん、ふと何かがフックになってあそういえばあんなやついたなみたいな思い出してもらえる人生だったらそれがなんか一番いいなっていうのは、うん、常日頃思いますね。なんていうの、著名人とか何か大きな業績を残して新聞とかに載るような人っていうのももちろん素敵ですけど、うん、名もない一階の人みたいなのの方に私は結構美を感じるタイプで、うん、世の中の大半の人たちはその著名じゃない人じゃないですか、うんうんうん、名もない人たちの営みにこう目を向けるまあ、ここ民芸の世界にも、ね、通じるなと思って、人がこうスポットライトを当てなかったものにスポットライトを当てたっていう、まあ、一つの、ね、運動ですけど、はい、なんかまあそういうものにも通ずるなって思いますね、うん、最近もう年末なんでちょっと今年何したっけとか振り返ってるんですけど、うんうん、メキシコに1ヶ月行ってたりとかして、はいはい、やっぱりその通りすがりの人が助けてくれたりとか誰とも喋らない日が何日も続いた後にちょっと寄ったこうスーパーの店員さんとかが優しくしてくれたりとかするだけで元気もらったりとかそういうことがよくあるんですけど、こういう人たちの優しさとかちょっとしたなんてことない会話とかが積み重なってなんだかんだいい人にも、まあ、嫌な人にも自分では忘れちゃってるけど実は影響を受けてて今の自分っていうのは絶対できてんだろうなっていうのをなんか痛感した一年でした。いい1年でした。その1年のね締めくくりになんかこういう場所を選んでくれたっていうのはとても僕としても感慨深い。いやーもう本当にご褒美っていうか本当に来れてよかったです。こうやってなんか美味しいお食事いただいてこうやってなんか話してると思い出すこととか出てくることとかってやっぱあるので料理食べに来てるけどそれ以外のなんか何かがあるみたいな感じが私にはありますね。面白い。これだけ通ってるとも喋りやすいですし。If I had it ever so slightly my way I might always be anxious from sleeping Seems when I start to dream It takes a cavalry just to wake meAnd if the sky would just keep to a shade That had as much as I had to say It'd be tangerine Fighting the fade back to navy No, I did not say it to hear it back And yes, I still meant it When I let the door slam I can't stake a claim There's no ground left to stand There's just songs without stages And clouds that gather but never rain